はい、それではガールフレンドかっこかり実況パート24始めていきたいと思います。ということで最初に前回できなかったメールの方ですね、こちらの方を行っていきたいと思います。ではこちら小日向いちごフルーツをいかがですか、こちらの方やっていきましょう。浩二先輩、今果物屋さんに来てるんです。美味しそうな果物たくさんありますよ。先輩の好きそうなフルーツを用意しますので、これから会えませんか。学校の屋上で待っていますので。はい、ではやっていきましょう。浩二先輩、私から会ってほしいと言ったのに遅れてしまってすみません。部活が長引いてしまったのと、先輩に食べていただきたいフルーツをあれこれ選んでカットしていたらこんな時間になってしまいました。10分以上も待たせてしまって、あ、結構待ったな。本当にすみません。浩二先輩、怒ってませんか。いや、怒ってませんよ。許していただけるんですか。先輩はなんて心が広いんでしょう。まあ、実際の僕だったら帰るんじゃないかな。どうだろう。あ、でも女の子だったら待つか。でもそれこそね、甘神っていうゲームの最初のところで、最初のね、プロローグのところであるような出来事が起きる可能性があるので、ちょっと怖いですね。甘神というゲームがわからない人、僕ね、実況を昨年やってるので、そちらを見てください。お願いします。ウェルカムフルーツのつもりでいましたが、これはお詫びの印にどうぞ。先輩、ふふ、ただ呼んだだけです。先輩と二人でお話しできるのが嬉しくって。わあ、いいな、こんな後輩欲しいな。みんなこんな後輩いる？まあ、いないでしょうね。いないでしょう。まあ、ね、いたらこんな実況見てないでしょ。うん。今日の部活は、あ、先輩は私が何部かご存知ですか？美術部です。正解です。先輩、私のことを見てくれていたんですね。手芸部は、結城苗ちゃんでしょ？確か。嬉しいです。えへへ。ほわわー。浩二先輩と一緒にお話ししながら美味しい果物を食べる。至福のひとときですね。うふふふ。数あるフルーツの中でも、私が特に大好きなフルーツ、それが何かわかりますか？え？ドリアンじゃないの？え？ドリアンじゃないの？ドリアンって毎回言ってんじゃん。桃とイチゴ、メロンとブドウ。なんだろう。ちょっと待ってね。まず、イチゴさんは、イチゴって名前なんだから、イチゴが好きそうな気がする。あと、桃とイチゴってなんか、イチゴさんっぽいよね。だけど、メロンとブドウっていうのは、イチゴさんの、胸を表してるんじゃないのか？と考えると、メロンとブドウか？いや、ここは桃とイチゴであろう。よし、来た。よかった。メロンとブドウとか言ったらね、先輩、私の胸ばっか見てるんですか？やだ。汚い人間みたいなこと言われちゃうかもしれない。正解です。メロンとブドウも美味しいですが、桃とイチゴはどちらが一番か選べないほど大好きな果物なんです。あ、そうなの。僕だったら、そうだな、桃とイチゴだったら桃かな。この時期だしね。あれ、桃ってこの時期だっけ。多分そうだな。幅は考えてみたら、私、先輩と会ってからフルーツの話ばかり。まあ、いつもドリアンって言ってるしね。もっと先輩とプライベートな話がしたくて無理言って来ていただいたのに、フルーツの話に付き合わせてしまって退屈ではなかったですか？っていうか、屋上だね、これね。いいな、屋上。屋上とかさ、今危ないから、あれだよね、行けないようになってるよね、大体。ね。危ないからね、ほんと自殺とかさ、そういう系があるからな、今。退屈ではないよ。むしろ好きです。本当ですか？えへへ。先輩もフルーツの話が好きだったなんて知らなかったです。でしたらもっとたくさんフルーツの話をしましょう。やばい、フルーツトークになっちゃう。女子力上がるぞ。あら、もう帰らなければならない時間ですか。残念です。あ、これ工事めんどくさくなったから帰るとか言い出したな。ダメだぞ、そういうこと言っちゃ。もし工事先輩さえよければ、またここで会っていただけないでしょうか。また会います。これもう会わないって言ったらさ、終わるのかな。どうなんだろう。ポポワー、嬉しいです。今度はもう遅刻しませんよ。え、何この、ポポワーって何？あー、どうしよう。これ僕のさ、実況の初めの挨拶とかにしようかな。今ね、初めの挨拶とかどうしようかなって考えてるんですよ。まあこれ結構昔からなんだけど。でも全然思いつかなくて。もし皆さん、初めの挨拶と終わりの挨拶なんかいいのありましたら、コメントでお願いします。ポポワー丸髪です。うん、ダメだな。やめとこう。
美味しいフルーツを用意して待ってますね。約束ですよ。先輩、今日は私に会いに来てくれて本当にありがとうございました。先輩とゆっくりお話ができてとても嬉しかったです。本当にいちごさんなんか後輩に見えないんだけどな。今日は私が遅れたせいでせっかくの時間が短くなってしまいすみませんでした。次の機会には果物の話ではなく普段ではできないプライベートな話をさせてもらえたら嬉しいです。浩二先輩、またお話ししましょうね。はい、よろしくお願いします。はい、ということで可愛い子犬の守り方の第1話のメールの方ですね、こちらの方終わりました。はい、ということでですね、まだ第2話があるんですが、まあ、こちらの方はまた今度とさせていただきたいと思います。実を言うとですね、これを撮る、今撮ってる4日くらい前にパート24を撮ったんですよ。でもそのパート24これから流すんですが、この後にね、この後に流すんですが、すごく実りのないパートとなってます。なので急遽このメールパートを入れたというわけですね。本当は入れる気なかったんですが、編集してる時にやべえこのパート未だかつてないくらい何にもしてねえって思ったんで、急遽ね入れたという次第です。ということで、ここから先は4日か5日くらい前の丸紙となります。はい、よろしくお願いします。温かい目で見てください。ということで今回とりあえずここで終わりにしておきたいと思います。次回の挨拶はポワワーにしようかな。覚えてたらそうします。ではパート24おまけどうぞ。おまけか、おまけかな。はい、それではガールフレンドかっこかり実況パート24始めていきたいと思います。ということで、こたつに入りながら、そしてあったかいお茶を飲みながらやっていこうと思います。最近急に寒くなりましたよね。寒い寒い。皆さん風邪とか気をつけてくださいね。ということでやっていきましょう。現在はですね、お願いハンターズのイベントの方が行われてるんですが、これを撮ってるのがお願いハンターズの1日目終了したあたりなので、まあ、イベントの方は今回やらないでおきたいと思います。で、今回やるのはですね、まあ、いろいろやります、今回。はい、ではですね、今回は劇場とかはまあ、やらずにですね、こちらの以前のイベントの方の救出とか、まあ、そちらの方をメインにやっていこうと思います。さすがにそろそろ救出しないと期限が切れちゃうので、まあ、とっととね、やっていこうと思います。まずはこの助けてマイヒーロー、もみじ狩り編ということで、もう11月中旬なんでね、さすがにもうもみじとかそういう季節じゃないような気もするんですが、まあ、こちらの方をやっていこうと思います。で、ブロンズキーとゴールドキー、一応ね、こちらの方やっていこうと思います。久しぶりにね、やりますね、こういうの。うん。まあ、また倍速でやっていこうと思います。で、ブロンズキーの方は、今5周目ですね。で、シゲトウさん、アキホー姉ちゃんはもう全部手に入れたので、まあいいんですが、このスーパーレアの 10% キューピチケット、まあ、ここら辺を手に入れていけたらいいかなと思っています。ではやっていきましょう。まあ、ここで当てたのは、またキューピチケ生放送の方で行うという形でやらせていただきたいと思います。ではですね、まあ、特にこの間に話すこともあれなので、とりあえずこの間にコメントの返信の方を久しぶりにやっておこうかなと思います。と基本的に今後はですね、動画内でできないコメント返信の方は生放送でやるという形にしておきたいと思います。あ、正岡さんだ。とではですね、コメント返信しながらやっていこうと思います。とまずはパート14のコメントの返信。これ返信すげえ溜まってんな。とりあえずここをやっていこうと思います。はい、まずはボイスがあるやつとないやつみたいな話をしたと思うんですけど、それはボイス未実装らしいですね。本当に実装されるのかいまいち謎なところがたまにあるんですが、まあそんな感じらしいです。次、ゲーム内じゃなくて自分の好きな BGM 流すとかあり。自分の好きな BGM ね、なんだろう、いろんなギャルゲーの音楽流したりしてもいいかな。そういう感じでやってこうかね。まあ、とりあえず、ブラウザ版やるかどうかっていうのはいまいち謎です。はい。多分2つ前くらいにブラウザ版でやった回があったと思うんですけど、それまだ編集してないんで、それを見て、それ出して、で、そこの視聴者さんの反応とか見ながら、決めていきたいと思います。はい、ということで、なんか気づいたらブロンズキーの救出終わってましたね。あんまりいいのは来なかったと、まあしょうがないでしょう。では続いてゴールドキー。ゴールドキーは、まあ、いろいろやって、で、残り15で、この、鈴川里乃さんですね。こちらがまだ出てないという状態です。で、5回救出ができるので、
ちょっと微妙な気もするんですが、やっていこうと思います。とここはちょっと念を込めていきましょう。さあ、来い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 。まずは久保田さん、ガルガル、久保田さん、あと来ない、来なかったか、来なかったから来ると思ったんだけどな。キュピチケでした。ということで鈴川さんは来ませんでした。残念でしたね。ということでこれでマイヒーローの方は終了ですね。はい、では続いてこちらズバッとお悩み解決隊アミューズメントパーク編、こちらの方のクローバーにお願い、これ全然やってないんで、やろうと思います。こちらの方はあれでしたね、随分と重かったですね。本当に重すぎたせいであんまやってないですこれで。エピソードの方はまあまた今度やります。はい、今クローバーが5869個あるので、まあまあ長いことやっていきましょう。じゃあ10回お願いでいきます。ではコメント返信していきます。カードを進展させるところも動画にしてほしいな、絵柄変わった時のリアクションとか見てみたいし、というコメントがありました。なるほど、そっか。じゃあ進展、そうですね、今進展動画外でやっちゃってますけど、じゃあ今後はちょっと進展とかもやっていこうかな。わかりました、ありがとうございます。続いて料理男子かというコメントが来ました。いや、一人暮らしだから料理男子というか料理せざるを得ないっていう感じですね。はい、次、谷間とか太ももが露出してるのは大体規制かかってるような。せやね、そうだね。あのエミちゃん、まあ今いないですけど、持ってないですけど、エミちゃんは胸が大きいから大体規制入っちゃってるのかな、なんかそんな気がしますね。じゃあ次、ここら辺はいいか、この辺はいいですね。じゃあ次、パート15のコメント。それにしても、救出っていうか、クローバーのお願い、全然来ないね。全然来ないね。これ、ちょっとちゃんと確認しながらやんないと。じゃあパート15の方の返信というか、少し気になったの。小中学校の時は寝なかったけど、高校の時はたまに寝てたな。そっか。小中学校の時こそ俺寝てなかったな。と言ってたら、しげとお姉ちゃん、あきほお姉ちゃん来ましたね。はい、しげとあきほお姉ちゃんが来ました。あと10個か、あと10個だけど特にないですよね。あ、でもハイレアガールがあるから一応やるだけやっとくか。あ、でもどうしようかな、どうしようかな。どうしようかね。コンキタンさん来てもしょうがないし、2週目は誰だ、あ、2週目林田さん、3週目がこの人ね。はいはいはい、じゃあどうしようかね。じゃあ一応やっときたいと思います。さあ、ハイレア誰が来るかな、誰が来るかな、誰が来るかな。あ、そういえばあのコンキタンさんピンクとか、そういうあのイベントのやつって、イベント終わったらすぐ元気炭酸に変えちゃった方がいいんですかね。それってまたいずれ使えたりするのかな、そこら辺教えてください。で、ハイレアは日原の英子さんでした。日原の英子さん、このハイレアのやつ、これが3枚目なんで、まあ、ちょうどいいっちゃ良かったですね。なんか日原さん結構持ってる気がするんですけど、まあ、また進展させていきたいと思います。なんか噂に聞いたところによると、ハイレア3枚でスーパーレアにした方がただのスーパーレアに比べて強いっていう話なんで、まあ、そうしたいと思います。よいしょ、という感じでした。では次行きたいと思います。2週目ですね。では2週目やっていきましょう。ではまたコメント返信しながら、なんかコメント返信しながらこれ回してるとなんか意味のわからないことになってるんですけど、意味わかんないというか、あ、いきなり来た 3% キュピチケなんかどっちを見てればいいのかわからないみたいな事態に陥るんですが、まあ許してください。今回はちょっとね、雑談風味でやっていきましょう。なぜなら今日ね、生放送たくさんしたんですよ。なのでまあその気分が抜けてないっていうか、また来たな、4枚目か、強くなるぞ。続いてパート16のコメント返信しながらお願いしていきたいと思います。なんかもうどんどんよくわかんないことになってんな。こちら、そう、これ生放送、キュピチケ生放送第1回をやった次の日だかに出した動画なんですけど、
そちらの方でタイムシフトで生放送見たよ、運良すぎとかそういうコメントが結構来てました。あと生放送やってたの忘れてたみたいなのとか見逃したとかそういうコメントがありましたね。まあしょうがないです。2回目やってんのかな、これ出してる時。まあ2回目だか3回目だかいろいろやりますんで来ていただけると嬉しいです。その時は小手半登録をしていただけると嬉しいですね。続いて、これはリングとかの話かな、多分。イベントで手に入るガールが手に入る。ただし最上位はダメと。なるほど。でもそんなの手に入るかな、そこまで集められるか、なんとも言えないですね。メモチケは声で聞けるストーリーということなので、いい加減やっていきたいと思います。今日はまあ、ちょっと長くなっちゃうと思うんで無理なんですけど、また今度ね、やっていこうと思います。で、誰をやるかっていう話なんですよね。そこをどうしようかって今考えてて、そのメモリーチケットでやってほしい人とかいたら、ちょっとコメントでお願いします。まあ自分が今何の女の子持ってるのかとかよくわからないと思うんですが、まあなんとなく生放送で出たやつでもいいし、それこそ桜井さんとかね、あの劇場関連の人でもいいですし、まあ自分の好きな人でもいいので、なんか適当にコメントしていただけると嬉しいです。で、来ませんね。ところで、来ませんね。次、コメント。生徒には3種のタイ、ネクタイ、リボン、紐が与えられていて、生徒は自由に選べるという設定らしいです。へえ、そうなんだ。なるほど、やっと謎が解けた。そういうことか。ネクタイ、リボン、紐なんていた、いたんだ。いたっけ？まあいいや。次。これは留学生、皆さんの学校に留学生いますかみたいなコメントじゃないや、とかいうことを言った時の話だと思うんですけど、学年は違うけど、アメリカからの留学生、過去金髪がいるという人がいました。わーお、驚きですね。どうなんだろう、可愛いかな、可愛いですかね。その人いたら、コメントお願いします。はい、次、胸がある方のルイだ。え？ま、他にルイがいるの？それはどういうことだ？そういうことか。っていうか、来ないな。来ないな。なんだかんだ7回お願いになっちゃった。じゃあ、やっていこうと思います。7回。ここはちゃんと見ときます。お、キピチケ。コンキタンさんピンク。ヤツカさん。さあ。来ないか。来なかったですね。まあまあ、しょうがないでしょう。ということで、こちらのイベントですね。ズバッとお悩み解決隊アミューズメントパーク編。こちらの方は今回終わりですね。あと解決隊のエピソードの方はまた次回見たいと思います。はい。では続いてですね、こちら部活対抗勧誘バトルカップ文化祭はバトルの後で。こちらの方の部活応援の方をやってこうかなと思ってたんですけど、これもうやっちゃったかな確か。あ、やっちゃいましたね、これ。これやってましたね。なんかすっかり忘れてたけど。で、この部活のやつね、これね、これ、一応参加はしてたんですけど、なんか何をすればいいのかよくわかんなくて、結局特に何もしなかったみたいな感じになっちゃったんですよね。まあ部活の皆さん、すいませんでした。申し訳ないです。今度は頑張りたいと思います。まあそんな感じでした。はい。すいません。ちょっとこれもやっちゃいましたね。で、確か最近のコメントの方に、決勝だけでもいいから生放送してほしいですっていうコメントがあったんですが、ちょっとうっかりしてまして、行うことできませんでした。すいません。あと決勝とかがね、ちょっといつやんのかなとか、そこら辺もよくわかってなかったので、また次回あるときは、その生放送やっていけたらいいかなと思います。まあ、そんな感じでね、要望とかありましたらどんどんコメントで言っていただけるととても助かります。まあ、それのコメントもね、あ、いいネタ来たなと思ったにもかかわらず忘れちゃったんですが、まあ、今後はそういうことないように気をつけたいと思います。すいません。よろしくお願いします。はい。ということで、今回やることは終わったな。今回やろうと思ってたことは終わりました。なので、劇場をやってこうかなとも思うんですが、最近劇場ばっかやってる気もしなくもないので、とりあえずコメント返信だけパパッとやっときたいと思います。コメント返信聞かなくていいよっていう方は多分今回コメント返信で終わっちゃう気がするので、ブラウザバックしていただけるといいと思います。はい、ではやっていきます。パート17のコメント、これは今行われている
祝2周年感謝の2大キャンペーンの大抽選会の方ですね、そちらの方で全然来ねえよみたいな話をした時のことだと思うんですが、あれ最高2等だわっていうコメントが来ました。2等、まあ2等は前回ね、前回まさか動画の最初で当たりましたからね。うん、1等当たった人いるのかな、どうなんでしょうかね、そこちょっと気になりますね。では続いてパート18のコメントを見ていきたいと思います。文雄が小さいというよりこの3人がでかいということで、これは文雄さんがなんか劇場の時やけにちっちゃく見えたので、文雄さんちっちゃいのかなみたいなことを言ったやつだと思うんですが、なるほど、あそこにいたクロエさんとシゲトさんと、あとルイちゃんかな、ルイちゃんかな、まあそこら辺がでかいってことか。なるほどね、なるほど、そういうことか、ありがとうございます。うん、まああとあれですね、ののか先輩は胸が大きいんでね、うん、まあ関係ない、まあそんな感じでした。続いて、そういやうっぷ主って今までのイベで撮ったスーパーレアとかってどうしてるの、というコメント。そうですね、スーパーレア、まあある程度何枚か揃ってるやつは進展させるようにしてます。で、進展させる時にレベル上げといた方が、レベルマックスにしてから進展させた方が強くなるっていうのを結構前のコメントとかでいただいてたので、そんな感じでできるだけ育てて進展させるように心がけています。まあそんなことをしてますね。では続いてパート19のコメント見ていきたいと思います。これですね、先ほど言った対抗戦決勝だけでも生放送してほしいですというコメント。いやこれね、本当やろうと思ってたんですけど、すいません、ちょっといろいろ用事が重なっちゃって結局できませんでした。あとね、あんまり理解できてなくて、このイベントが。なんで、また次回会った時にやりたいと思います。また忘れてたらコメントで言ってください。すいません。お願いします。続いて、森園さんの話してるタイミングで、あかねちゃんのヤンデレセリフ表示されてるっていうので、これは、あれですね、森園さんのことを言ってる時に、画面で上の方に、桜井さんの、その女の子誰みたいなコメントが表示されてたっていうことです。いやー、怖いね。桜井さん、怖いわ。そんな感じでした。では続いて、パート20。パート20まで出してるので、とりあえずこのパート20のコメント返信で今回終わりにさせていただきたいと思います。まずパート20はですね、動画の長さどれくらいがいいですかっていうのを最後に言ったんですが、今のとこ来てるコメントですと、このくらいがいいとか、これくらいでちょうどいいとか、ちょうどいいっていうコメント、まあ、そこら辺がたくさん来てたので、まあ、とりあえずこの感じでこれからやっていこうと思います。コメントありがとうございました。続いて、ゲーム的に終わりがないからエンドレスで続けられますねというコメントがありました。この人は何を言ってるんでしょうか。エンドレスで続けたら僕が死んでしまいます。まあ、ある程度やってきますよ。ある程度。はい。やってきます、やってきます。続いて、LINE の既読問題はいじめる側がいじめるためのきっかけにしてるだけだねというのと、あと好きなタイミングで返せるのが利点なのに、既読表示機能はその利点を潰しちゃってるよね、しょぼんというコメントがありました。これ LINE の話をしてた時のコメントですね。まあなんというか自分のね、実況はこういう社会的な実況なんですよ。皆さん社会的な実況なんで、友達にね、言ってください。この丸神っていうアホっぽい実況者は、意外と社会的な問題に触れてるから見た方がいいよと、宣伝しといてください。お願いします。はい、続いて、これ今回最後にしておきたいと思います。自分も2倍だった。リングで頑張ろうということで。なるほど、これはあれですね。上条さんですね。上条さんが2枚しか手に入らなかったという話だったんですが、そうですね、リングで頑張ろうかな。でもどうしようかな。まあ、リングとりあえず貯めときたいと思います。はい。ということで、今回こんな感じでした。なんか今回、あれですね、このガルフレ実況の中で一番グダグダしてる回だと思います。はい、すいません。今日ね、生放送ほんと たくさんやったから疲れてるんです。許してください。お願いします。ということで、今回はここら辺で終わりにしておきたいと思います。次回予告的なことを言っとくと、まあ、劇場をやっていきたいと思います。で、劇場だけだと飽きる可能性があるので、イベントの方の、今のね、イベントの救出の方とかもちょっとやっていこうかなと思います。で、最後にお知らせですね。自分のニコニコ大百科を作っていただきました。ありがとうございます。あ、ちなみに、自演じゃないです。なので、お暇な方は、ちらっと見て掲示板になんか適当なことでもつぶやいといてください。お願いします。では、今回の動画はこちらで終わりにしておこうと思います。
ご視聴ありがとうございました。では、あれですね、メモリーでやってほしい人いたらコメントでお願いします。では、今回終わりです。